ごめんなさい。俺が嫌いになったのか？私があなたを好きだとでも思ってたの？え？嫌われてたかな？冗談よ。頼れる隊長だと思ってるわ。納得ができない。理由を教えてくれ。わかった。だけど君をいつまで。こうして、それにこれは。分かってる。休養が必要。誰かしら？キャプテン、どうしたの？アナスタシアにお礼を言おうと思ってね。私に？一体何のお礼かしら？それは。帝劇に来てくれてありがとう。アナスタシアと過ごせて。本当に楽しい日々だった。こちらこそとても楽しい日々だったわ。あさってで最後だなんて考えたくないわね。ああ、でもまだ2日ある。明日1日、そしてクリスマス公演。最後に忘れられない思い出をいっぱい作ってほしい。最後の思い出。そうね。ねえキャプテン、もしよかったら明日私に付き合ってくれない？え、俺と？ええ、キャプテンと最後の思い出を作りたいわ。もちろん他に用事があればそっちを優先してもいいけど、どうかしら？そうだな。もちろんいいよ。二人で最後の思い出を作りに行こう。よかったわ。ありがとうキャプテン。それじゃあ明日は歌舞伎座前の待ち合わせでどうかしら？わかった。歌舞伎座の前だね。絶対に行くよ。楽しみにしているわ。おやすみキャプテン。寝坊したらダメよ。ああ、大丈夫だよ。おやすみ、アナスタシア。Woo!
ごめんアナスタシア、待たせちゃったかな。気にしないで、待ち合わせにはまだ早いし、私が早く来てしまっただけだから。ところでここで待ち合わせということはやっぱり。ええ、伝統芸能歌舞伎よ。それに今日は特別公演をするっていうから。それは楽しみだな。それじゃ行きましょうか。さあそれでは、白虎に導かれた幸運なお二人、舞台へどうぞ。ついてるわね。さあ行くわよキャプテン。え、本当に舞台に上がるのか。白虎様からのせっかくのご招待よ。楽しまないと損じゃない。それもそうだな。こうなったら楽しむとするか。それでは聖夜に輝く白虎の星に二人で願いを込めてください。願いか。終わりましたか。それではお二人で聖なる木に星を飾りつけてください。こうしてるとまるで結婚式のようね。結婚式？そんな風に見えるかな。落ち着いて、これはただの舞台よ。ところでキャプテンは星にどんなお願いをしたの。俺は、そうだな、君のアナスタシアの幸せだよ。私の幸せ？どうして。君が帝劇を去ってしまえば今までのようにそばにいられないからね。せめて幸せであるように祈りたくなったんだよ。そう、ありがとうキャプテン。その気持ちとても嬉しいわ。この国の伝統芸能は素晴らしいわ。何度見ても飽きない。本当に幸せな時間だったわ。ありがとうキャプテン。楽しかったわね。二人で舞台に立つのも悪くないわ。舞台に上がった時の結婚式みたいって言葉には驚いたよ。ごめんなさい。結婚式ってちょっと憧れるのよね。そうなのか。ちょっと意外だな。新しく家族になる儀式よ。神聖で素敵だと思わない？なるほど。じゃあ俺と結婚式をしてみるかい。ずいぶんストレートな口説き文句ね。でもお断りよ。私は帝劇を出ていく女だもの。それにその言葉は本当に好きな人のために取っておきなさい。割と本気だったんだけどな。本当にありがとう。今日の思い出は私の宝物よ。明日はついにクリスマス公演ね。頑張りましょうキャプテン。